今年から規定運転員というものを設けていて、ピラノ、今これのこの目的なんですけれども、まず種類がですね、ベーシックステップ、サイドステップ、クリアステップ、ライトターン、レフトターン、ジェペアダンサーの方々はシングルライトターンリードですね、だからペアを組んだ状態でターンをしていただく方ですね。でレフトターンとクロスボディリードで、クロスボディの先にあるインサイドターン、アウトサイドターンというものを、これを規定として入れていきます。でその中で、曲を組む方は2分程度で、ソロの方は1分半程度ですね。で前回のように、前々回のように、こちらから流した曲に対して皆さんがこうフリーで踊っていただいて、こう皆さんをこうまず知っていただいてアピールするっていう機会ではありません。今回はもう体が、皆さんの体がどういう準備をされてそこに来られているのかであったりとか、コンペに向かっていく意識の中で体をしっかりと作ってきていただいているのかであったり、あとはやはり海外等々、まだ先の話になるかもしれないんですけれども、やはりこうしっかりと日本人が戦える術を得ていただいて行っていただくと。でその中で規定をある程度設けておくことによって、さっきのお話の中でもありましたけど、こうその先に日本で選抜をして、まあ誰かをこう10人なり連れてってやっていったとしても、この規定がバラバラである以上、そこからフィックスしてなんていう間に合うことは絶対ないと思うんですね。でもこの時点でそれを間に合わせておいて、そこから工夫をしていく、コーチ陣で工夫をしていくということはできると思うんですけれども、もうバラバラの人たちで、意識も違う人たちをそこでいきなりこういくら頑張って、コーチ陣が頑張ったとしても、それはもうとてもじゃないけど間に合わないんですね。なのでそういう時点で何年かかけてこういう認識を強く持っていただいて、ただこういうふうなお話をすると、ソーシャライズで何か経験を積まれている方は思ってたサルサと違う等々のことがあると思うんですけども、それは当然違います。ソーシャルとコンペは確実に違いますし、パフォーマンスとコンペも違いますから、なのでやはりここのあたりは意識をしっかり持っていただいて、でステップ、このベーシック、サイド、クンビア、ライト、レフトあたりっていうのも、体の使い方がそのまま出ますから、体がちゃんと組めているのか、体の知識として持っておられるのか、で、まあ、リフトをされる方とかであったら、やはり体操技術ですよね、もう確実に。だ肩甲骨のあたりが必ず僧帽筋が下がってないと、空中姿勢なんていうのは取れないでしょうし、で、立ち上がっていく際に、やはりリーダーの下半身が相手より遠い場合は、必ず相手は、方向性を失って落ちてきて、落ちてきた時には必ずキャッチができないってなると、もうとても見てて危ない状態になるっていうことを防ぐためにも、まずこういうところで体をしっかりと、これはいろんなスタイルの方がおられるとは思うんですけれども、これに準じてしていただくことが、こちらも審査をしないといけないので、その体の使い方っていうのを一定のラインで見たいので、こういうふうに設けました。で、この中でグレード、今回は審査の方、以前であれば、課題曲、こちらから書ける曲に関しては点数が均衡したとき、自由曲の点数が全く同点の場合にその評価を使うっていうふうにルールをつける作ってたんですけども、今回からはこのルーティン、この定義ですね、これに対して ABCD グレード、下の方になりますけども、最低の配分というところですね、 ABCD のグレードをつけて、まず自分たちの自由曲を踊られる時のスタートラインの基礎点っていうのを、 A グレードであれば65点からスタートしていただいて、私たちは65点からできた、できてないとか、この辺りでこうかこうだっていうふうにつけていって、最終的にまあ70点とか75点あたりで収まるのかもしれませんし、もし何か破綻があればもっと下になるかもしれませんけども、で B グレードであれば60点、それが60点からスタートするっていうことになります。で C グレードであれば55点、 D グレードであれば50点でいうと、5点差になった時に、じゃあ自由曲、自分たちの踊りですね、自分たちが作ってきた踊りで5点差を挽回するってかなり大変だと思います。もう10点開くとまず難しいと思います。それを挽回するのはスタートがそれなので、いくらそこをいいものを作ってきたとしても、それを挽回するのはとっても難しいと思いますので、やはり体を作られて、で基礎のあたりですね、基礎、じゃあ基礎って、サルサの基礎って何ですかって言われた時に、いやみんなそれぞれだからねっていう時代は、そろそろちょっとこう
終わらせていければなっていうのもあります。それはソーシャルではないので、ソーシャルはいいんだと思うんですよ。それでもただこういうコンペとして、まあ、指導者である私たちがこうある程度揃ってやってますので、じゃあ指導者がこうこの辺りの使い方曖昧のまま、特にステップの場所っていうふうに思われない方がいいと思うんですけど、体の状態、幹の部分ですね、この辺りの使い方、この辺りがやはり体を使う以上は怪我のリスクをはらんでますから、それをリスクを承知でやこちらがこうこれをやってもリスクだよ、でもこの形が綺麗だからやろうねっていうような指導の仕方もしていきたくないなっていう思いからこういう定義を作りました。なのでこのステップをしていただく中で、もちろん足の位置とかも必ず気に留めていただきたいんですけれども、そこに対しての上半身の位置、あと手のつながるこのジョイントの部分ですね、ここをしっかりと作ってきてください。ぜひそうすると怪我も防げますし、実際にはできなかったこともたくさんできていくと思いますから、そうしたら飽きちゃったなっていうことがあまりないかもしれないですね。やっぱり自分自身が伸びていければ、それぞれの年代でもそうですけども飽きることはないと思うんですね。だからそういうことも防ぐためにも、私たちはこの中から皆さんがこう少しでも減っていっちゃうと、今でもそれは少ないマーケットの中でもうどん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 苦しいわけですよ。できるだけ財産を減らしたくない、それ以上増やしていきたいと思っているものですから、やはりこういう新しい挑戦をして、何とか皆さんにもう少しこう認識を変えていただければと思う気持ちも込めてこういうことをしています。で特にコンペなので、そのあたりははっきりと審査として出させていただいて、次へつなげていただければなと思っています。で、この時にこのルーティンを踊る際なんですけれども、まず、ペアの方とかだったら、いやシングルターンだからシングルハンドですかとか、ダブルハンドですかとか、いろいろあると思うんですよ。クロスハンドはダメですかとか、あ大丈夫です、そうしてください。で、あとじゃあスタイリング等々は入れない方がいいですかとか、入れる余裕があったら入れてください。やはり審査員も目立つところに目が行きますから、ただそこを見ますから、やっぱり。ただそれをしたからという特定に何かということはありません。体がちゃんと入っているか、特に軸からちゃんと体がさばいているのかどうか、これもかなり強く見させていただきたいと思います。で、そうですね、あとこの順番通りにやる必要はありません。どこからやっていただいても結構。で各ペアに、今言ってた各ペアにつけるって言ってですね、各ペアであったり各選手に対してチェッカーをつける予定になっています。なのでその人たちが、そのもし仮にルイカル君とユイちゃんがこう踊ってるとしますね。じゃあ私こうチェッカーだとしたら、こうやってジートやってますかやってますかって、こうずっとこうそのペアを見ます。で私たちはそれはちょっとそれをすると採点の時間がなくなっちゃうので、別の方々がついてこの順番を全てちゃんとこなしてくれているかどうか、これはルールとしてできたものなので、これはやはりやっていただきたいと、まあこういうコンペティションですから、その中で踊っていただければと思ってますので、これは必ずやるようにしてください。でもしそれがこう1つ抜けた場合であったりとか、2つ抜けた場合とか、3つ抜けた場合であったりすると、もう1つ抜けた時点でグレードは B に落とさせていただくようになります。っていうのはこのルーティンというのはもう規定のルーティンなので、かなり厳しくやっていただきますというのはもう事前にお話をしている状態で、お願いをしている状態で、でそれから今回曲も事前に私というか発表するんですよね。曲の方も以前みたいにこういきなりかけてじゃなくて、この曲でやりますというのをお伝えしますので、それに合わせても練習してきてください。その場でやるんじゃないですよ。練習してきてください、ぜひ。で、順番が飛ばないようにして、もう、できればもう A グレードからスタートしてください。そうするのが一番いいと思いますから。で、ただこの順番をやったから A グレードではないんですけれども、順番を飛ばさないっていうことが最低条件ですね。で、一つ飛ばしてしまうと B として扱わせていただいて、二つ、順番というか、あれを項目を項目ですね。順番、すいません。そうですね。項目です。順番、すいません。順番ではありません。項目ですね。順番は本当にどこからされてもいいです。で、仮にペアの方々であれば、もうサイドバイサイドになるようにすることをお勧めします。サイドバイサイドに、まあ、していただいて、で、踏み替えもできればしていただきたいと思います。これは強制ではないんですけれども、
あのじゃあ1人が前後ろをこういうふうにサイドバイサイドになってこうなって動いちゃうとやはり見づらいっていうところがありますから、じゃあ一人一人見てる間にうーんってやはりこっちにあのいかに見せていただくかということを考えていただくのがいいかと思いますので、サイドバイサイドで組み替えをしていただいて、またペアを組むときにはペアのオンワンであれば女性がバックステップに変えないといけないでしょうし、オンツーであればあのクラブサイドであれば男性がバックステップに変えないといけないと思いますけども、そういうふうにしてください。あとあのジャッジの位置というか立ち位置、はい、そうですね、あの複数で一緒に、そうですね、今回は、さっきのマップ、ちょっとこのこういうページのこれがあると思うんですけども、で、あのこういう形で今は行きたいと思っています。去年まではあのこちらでやっていただいたんですね、こちらでやっていただいてたんですけども、今サルホナイトとかでもやってる状態、あのままでこう広く使いたいと思いますので、こういう状態にしたいと思ってます。で、ジャッジ席っていうのは今回こう後ろに引いたところで台に乗ってジャッジたちがこう座ってみると、これは自由局の時なんですけれども、ただこの規定ルーティーン、予選の規定ルーティーンに関してはこの周りにジャッジがこう見たいので、一箇所にいると奥が見えなかったりしますから、周りを少し回らせ、あの社交ダンスの、あのジャッジのイメージを取っていただければいいかと思います。それでして、あのできるだけ皆さんも見れるように、あの細かく見れるようにしますので、で、この席にはチェッカーが座ることになるかと思います。はい。ですね、まあ、審査項目としてはもう先ほどからもずっと体の使い方なんですけども、股関節、膝、足首、つま先等っていうのは、股関節、特に股関節あたりはやはりダンスの経験、バックグラウンドがある方はあのお分かりだと思うんですけども、やはりターンアウトというのは基本に、やっぱり付け根から使うっていうことが基本になりますから、ただサンジさんの場合はターンイン、外側 の太ももの外側を使う方がとても多いですね。で、体のつき方を見るとあのそれが分かってしまうんですけれども、それが中であること、中でかなりやはりガリ股になると思わずに、付け根からしっかりとターンアウトを効かせて、足は基本的に手当てのストレートで結構だと思うんですけれども、ストレートで組んでいるものっていうのは必ず体重移動の中で振り子のように触れてきますから中に入ってきますね。だからそのことを計算するとやはり少し開いておかないとそういう風になりますよね。だからそういうところもあの技量として見させていただきたいと思います。あとは首、肩、両腕あたりですね。やはりサルさんの場合は手と体の連動、軸との地面との連動で、それがコネクションにつながりますけれども、これがやはりなかなかこう手がこうブラブラしてしまう方が多いと思うんですけど、ただこうスタイリングがきれいにされる方が多いと思うんですけど、その後の中間動作がとってもこう伴わない。で、ペアの中でも実際にはペアの中でもアームっていうのはこうずっとこう使い続けるわけですよね。実際にこう動いているわけではなく、この部分ですよね。この部分っていうのは自分の体に対して地面に圧力をかけて、そこから返ってくる力が軸に伝わるわけですね。それで腰が高い位置にキープできたり、ターン一つにしてもそれでこうバランスを取るわけですよね。でも手がこうバランスを元から取っちゃってるってなると、手を出すとよくあるのは、こう手を出していくと体がこう外に流れてる人、体っていうのは引っ張り動作がとっても弱いですね。それに対して引っ張っていってしまって自分から、こうすると技術としてはもう踊りのっていうよりも体の使い方時点でまずこう怪我を招く踊り、やはり怪我で、それは絶対破綻を招きますから、ルーティーンとしても続かないと思うんですね。ソロにしてもそうだと思いますけど、やはりこう力をできるだけ自分の体の中に返していく、手の使い方として、これでバランスではなく力をこう貯めて、それを推進力に変えるわけですよね。力っていうのは、手の使い方っていうのは、そういうことも出したって、スタイリングした、そこだけをやらないで、その中間動作をよく見させていただきたいので、そういうのは自由曲ではなかなか難しいですね。でもこういう規定のルーティンだと、もう手がしっかりと使えてるのか、手がこうやって肘先だけが回ってないのかっていうのは、よく見させていただければ。あと僧帽筋とかの使い方に関してもそうですけれども、ターンさっきのスポットを一つにしてもそうですけど、僧帽筋がこう詰まっている状態、普段こう、まあ、胸筋とか肋間筋っていうのはこう普段の生活はこっちへ詰まってくるわけですね。特に
ペアダンスというのはこっちで詰まりやすいものですから、それを広背筋をしっかりと使っていただいて、肩甲骨をまずしっかりと下げられる状態で、こう僧帽筋という首から伸びている筋肉というのはしっかりと伸ばしている状態で、その状態であれば手がダブルハンドが上がってたとしてもスポットというのは必ず切れるはずなんですね。でもスポットが切れない原因というのはもうここが上がっているのに首が動かない状態、そうなるととってもスポットどころではなく、でバランスも頭の方にウエイトが上がっちゃってるんで、そうすると少しの触れでかなりターンはずれてしまいますよね。そしたらもうこういうターンのずれとかで、ソーシャルとかだったら2回3回とかこれぐらいだと思うんですけど、パフォーマンスであったりコンペであったりって見せないといけないので、ターンがもう4回5回とかもうその時点で回っていたり、下へ行ったり上に行ったりとかいろんなことありますよね。その時にやはりこの辺りの使い方っていうのをよくご理解されている方が、ダンス人生としても得だと思いますので、こういう僧帽筋の使い方とかも見させていただいて、で後で終わった後ですね、何かこう自分の演技とかをジャッジの先生方によくお伺いされるのがいいと思います。皆さん本当に去年もそうでしたけど、本当その後のケアとかも皆さん一生懸命されますので、普段多分なかなか聞けないことが多いと思うんですけど、そういう時に積極的に聞いてください。ただ予選の終わった時点で聞いていただけるかというとちょっとそれは難しいんですけど、決勝がこう終わった後とかですね、そういう時に聞いていただければ、いろんな私ももうできるだけまあ喋りすぎますけどできるだけお伝えできることをしたいなと思ってますので、皆さんが怪我のないように、でその中で綺麗に登っていただいて、また若い方、その年齢に関わらず挑戦をしっかりとしていただければ。